マイカ、いつまでのんきにご飯食べてるの？早くしないと遅刻しちゃうよ。ゆうき、ちゃんと座って食べなさい。お行儀悪いでしょ。ゆうき、お前毎朝怒られてんじゃないの？マイカもほのかに怒られてるじゃんか。もしかして気づいてないの？朝からなんて想像しいんだ。人のことはいいからちゃんと座って食べなさい。はいはい、わかったって。もう朝からうるさいな、貴様。なんか言ったかしら。あれ、アイリとユズハは？とっくに出たわよ。え、そうなの？もうちょっと早く起こしてくれればいいのに。子供じゃないんだから自分で起きなさい。もうどうせ昨日も夜更かししてたんでしょ。やっぱわかる？ロボアニメの世界は広くて深いからね。見ても見ても見きれないっていうか。あ、今見てんのは主人公が小学生で社長でさ、まるでユズハみたいだなって。ほら、マイカ、ユウキ、早く出ないと遅刻するよ。はーい。もう本当にいつもいつも騒々しいんだから。とりあえずお茶でも飲もうかしら。たまには私が入れるとしよう。あら、ありがとう、シホ。落ち着くわね。ねえ、ほのか。何、ゆうき。今日のバレンタインチョコ何個もらえるかな。え、もらう？あげるじゃなくて。私の中学、お菓子の持ち込みとかめちゃくちゃ厳しくて、去年まで学校でチョコもらうとか全然なくてさ。だからさ、今年こそはチョコをたくさんもらいたいんだよね。つまりバレンタインはもらう派っていうか、あげてる場合じゃないっていうか。もうマイカだけじゃなく勇気までそんなこと言って。はぁ、ちささんの苦労なんだかわかる気がするな。え、今チサは関係なくない？ほら、遅刻しちゃうよ、急いで。大丈夫だって、そんな焦んなくても。もう昇降口まで着いたんだし。そうそう、まだチャイムも鳴ってないし。お、なんだこれ。あれ、これ…な、なに？どうかしたの？あ、チャイム！じゃあ、私は教室行くから。しょうがない、私も教室急ぎますか。チョコが入ってたりするんでしょ。さーて、どう？チョコらしきものはない。昨日置いてた教科書だけ。まあまだ一日は始まったばかりだしね。諦めるのは早いよね。うん。あれ、そういえばロッカー、あ、さっきのあの感じ、マイカとホノカ
もしかして。いやいや大丈夫、まだ朝だから。うん。サンダーか。まあこれはこれで。クラスメートのみんな、私はここにいるよ。チョコ持ってくるなら今だよ。放課後になったのに、もらったチョコは結局2個。嘘でしょ？帰ろう。おかしい。帰りにロッカー開けてもやっぱり靴しか入ってなかったし、こんなはずじゃなかったんだけどな。高校生のバレンタイン期待してたのに。がっかりだよ私は。コンビニ、スーパー、喫茶店、はあ、どこもかしこもバレンタイン、バレンタインって。チョコをもらえない人の気持ち考えたことあるの？お肉屋さんまでバレンタインフェアって全然関係ないでしょ。まったく。ただいま。おかえり。はい、これハッピーバレンタイン。晩ご飯の前にあまり食べ過ぎないようにね。え、ちさ、これ私に？何その反応。うん、あのさ、何かと思えばそんな話？そんな話ってことないでしょ。あんたね、最初からもらう気ばかりでいるからもらえないのよ。自分から一個誰かにあげに行けばお返しに一個もらえたりするかもしれないでしょ。そうだけどさ、それじゃもらう派にならないじゃん。もらう派？何言ってるの？あげる墓もらう墓って言ったらもらう派ってこと。あんたバレンタインを何だと思ってるの？チョコをあげたい人とチョコをもらいたい人の間でチョコをやり取りする日でしょ？微妙に間違ってない気もするわね。あ、もしかしてあんたもらう派とか言ってゆずはやあいりにもあげないつもり？あ、はあ、その発想はなかったって顔ね。バレンタインにチョコをもらえない悲しさ、今日十分味わってきたんじゃないの？違う？うん。だったらあいりとゆずはが帰ってくる前にどうしたらいいか分かるわね。うん、分かった。ただいま。あ、もう帰ってきちゃった。どうしよう、ちさ。そうね、食
正直に話すしかないんじゃない？あら、どうしたの？二人とも。そんなにニコニコしちゃって。ふふー、そんなの決まってるわ。ちさ、はい。ハッピーバレンタイン。アイリからもこれ。ちさちゃん、いつもありがとう。あらあら。それじゃあ私からも。はい、二人とも。ありがとう。次は、はい、ゆき、私たちのリーダーに愛を込めて。ゆきちゃん、いつもリーダーとして頑張ってくれてありがとう。学校の帰りにゆずはちゃんと一緒に選んだの。あれ、ゆきちゃんどうしたの？怖い顔して。ごめん、私実は何も用意してない。本当についさっきまで私もらうことばかり考えてて、あげること考えてなくて。贈り物はもらうばかりじゃ寂しいわよ、ゆき。うん、だからじゃなくて、ちょっと待っててくれる？はい、っていうことで、ゆずは、アイリー、一緒に少し待ってましょうか。アイリーも一緒に行こうよ。ダメ、こういうのは人に見せるもんじゃないからさ。オッケー、ゆき、楽しみにしてるわ。うん、楽しみにしてるね。ありがとう。ちょっと待ってて、ダッシュで行ってくる。チョコをもらうってやっぱりすごく嬉しいんだね。あとあげるのも、うん、ユズハもアイリもチサもみんな私のチョコ喜んでた。次からはあげる派も悪くないか。